小山義光寺は、大阪府藤井寺市にある浄土宗の寺院。別名に、元善光寺。品濃義光寺の元祖。天正年間まで、城山古墳の公園部外側に接する正寺名、善光寺屋敷市と言われる位置にあったが、天正年間、織田信長の河内小山城攻めの折、小山城と共に戦火を受ける。同社消失後、 西誉れ修によって、慶長年間になって、現在地に移転再建される。小山義満寺は、南面山無料こと武金全皇寺と称し、本田義満の伝説を持っている。その内容としては、水古天皇の御を赤おみ、東陣本田義満が新州に帰国する途中、南馬の堀江で、和光三存仏を拾って、これを背負って、 小山の里の流星奉仕の世に宿泊した。奉仕はその仏像を祀らせて欲しいと善行に、所望したが一体しかないので二人で三日三番に、渡り念仏したところ第三日目に、和光三尊仏が二体になったので、流星奉仕は、その一体を入手して、本尊都市川内小山に一時を混流した。本田義光は、他の一体を背負って、 シナノに帰り、シナノの善光寺の本尊とした。日本で最初に建立されたので、日本最初の善光寺と称するようになった。三田仏の世界を訪ね聞きたくば急げ、小山の善光寺、近鉄南大阪線藤井寺駅徒歩10分。ありがとうございます。